の先だね、どう判断するかな。アイコだったらそこをもう一回もう一発やるよ、はい、最初はグーじゃんけんグー、アイコでパー。亀山にすだけで、はい、これさ1本キュッといって右折するってなると、あちょっとごめん、まだいいや、ここを一つ越えて気のせいかな、道頓巡りだよな、また、あこれ右もまた何があったっけな、おかしいな。なんかね、皆さんもさっきのね、道路図がね、多分映っとったと思うからね、想像がつくと思うけどね、なんか元に戻ってるだけな気がする。なんか常にあの、ロックタウンじゃね、今何だったっけ、イオンタウン、あそこ普通にイオンタウンってなってるんだ今。そうね、あのマックスバリューもイオンも入ってないのイオンタウンな、うんうん、マックスバリューできたらできたらバカにバチバチないから面白いけど、ここを曲がるってことだよね、うん、バカ遅いな、うん、あの954号じゃないかな、新しい54号ってあれ川沿いだよね。あああれは空洞か、まあ、どの道多分、はい、あのイオンタウンには向かってない。ああ、今ね。ああ。この企画、どこめぐりになると本当に話すことねえんだよね。うん、これがさ、で亀山方面に向かったにさ、亀山方面の思い出とかさ、言ったらでもできるもんよ。今のうちに近況トークやつか、もうどこまで話したかわかんないし、これちょっと肌が今ギルギルしてるから、それどころじゃねえんだよ。おっと邪魔にならないようにもこのまま移っていきました、はい、これ工場なんや、うん、ちょっと見せるのかします、確かに道中の秘密が分かってみたら初めて走るわ、うん、あでも観光バス走ってんだ、こんな太いところ、今のところ抜けてくるのバス、そうね、あそこより太い道なかったよな、うん、手前の向こう方ないと助かるな、手前のああ、まだ堤防に、堤防はまだ見ない、堤防からちょっと離れてるもんな、渡ってあそこに行ってやろうな、まあ、この先のためにどっか多分信号がでかい、ちょっとでかめの交差点があった時のためにジャンケンやっときますか、はい、最初はグーじゃんけんチョキ、これだとご地元の人みたいに変わんやろか、これバス、これよバス走るな
あ、まっすぐ行け。あ、じゃあ、はい、通道の方で行くよ。はい、そのまま。はい、まあ、これは右でしょう。うん、これは右が一応メイン通路でしょう。ああ。その信号をまっすぐ扱いするか。あ、まっすぐ無理だ。最終、あ、ごめん、ちょっと全部濡れてる。なぜか、まあ、来たみたいな、これ。あれ乗ってきたな。え、ここ。ああ。そうだね、あのセブンだよね。あの駐車場がすごく広くて昼休憩の時に助かるあのセブンイレブンですよね。ここ昔三角だったところだね。ここに三角だっけ。なんか私の記憶だとここは三角だったと思う。そうか、うん、そうかな、うん、その頃の記憶がさすがにない。だいぶ昔の晴れたもんな、うん、やっぱり行く。俺はちょっと声出ます。はい、ついてきます。